おはようございます。メイクアップで笑顔になる人を増やそうのライブ配信です。自分でこのメイクの技術によって多少眉をですね、まあ3パターンぐらいを変えれるようにしておくと第一印象で得をしますよという話を今日ちょっとしたいと思います。逆に言うと第一印象で、得をしていない、もったいないという第一印象めちゃくちゃもったいないという眉を変えている人も非常に多いです。本当に眉ってね、ちょっとしたことで変わるんですよ。本当に1ミリでね印象が変わって、人生が変わるというね、本当にそれぐらいね言っても過言ではないです。はい、なぜかというと眉ってその人を表す印象を、司っている場所なんです。目もそうですけどね。だからもうなんかこういうちょっと見えますか、こういう頼りないこの眉がこう下がるだけでこうちょっとこう頼りなく見えたりするって分かりますかね。こうしてしかめつらになるとここが上がったりしますよね。こうやってね、でこうなるとこうグッと上がるんですよ。鬼みたいな顔ですね。でちょっとこうなるとここがですねこう下がっていくわけですね。まあ、こういう変顔してたらあるんやけど、まあ、それぐらいですね眉の形によって変わってしまう表情を司っている場所ということになります。基本的に、頼りない眉って何かっていうと、ラインがですねデコボコあって、眉頭のラインがですねここ今ちょっと書いていきますよ。眉頭のラインが張り付いててここですね。で頼りない眉のラインこんな感じ、わかりますね。かなり下がってる、下がり眉みたいな。あえて困った顔を作るときはこういう眉を作るんですけどね、見えますよね。はい、でいやこんな極端になってないわっていうふうに思う人も結構多いと思うんですが、実は眉頭がものすごく張り付いてたり、ここ濃くねこうやって張り付いてたりするとすごくね逆にですねゆとりのない人に見えるんですよ。これ眉頭張り付いてる感じで下がってる感じ、わかりますかね。なんかこう営業とかで凛とした時な眉を作らなあかん時ってあるじゃないですか。そういう時にじゃあどういうふうなところを注意したらいいかっていうことになってきますが、ポイントになるところは眉っていうのは黒目の端上ぐらいが山として考えます。はい、で山から眉尻に向かうラインはこの目尻のこのカーブよりに平行やや上気味にちょっと書いてあります。まあ、これだけでちょっとラインが少し上に入ったの分かりますね。そしたら今度眉山から眉頭に向かうラインをこっち側に返していった時に少しですね眉頭の下の方に付け足すようにしてあげるんです。こうしてそうすると眉全体が立ち上がった感じ分かりますかね。立ち上がるって分かります。上にこう、上昇するような感じになっていくんですね。このベクトルっていうんですけど方向性がすごく大事で、この赤で描いただけでこれでですねもうかなり眉のこの眉鼻筋にこう向かうラインここにねこううまくフィットするようになるんですね。でこれをするために眉頭から眉を描かないでくださいって言ってるんです。僕はこの眉山から眉頭に向かうラインで描いてくださいって言ってるんですね。そうするとこれだけですね頼りがいのある眉になっていきます。であとここの部分で、いらないところ、例えばこの眉尻のこの下のラインをちょっと消しゴムで少し消していくと見ていただくと上昇する感じに見えます。そして上のラインも少し眉頭のちょっとまあここまで消せないだけどちょっとこう細めに沈んでったらこんな感じで、はい、眉が出来上がります。これ左側の眉とさっき描いた眉と見比べていただいたら分かりますけどかなりですね、こう上昇した感じに見えたと思いますね。はい、まあ、こんな風にしてちょっと意識するだけで大きく変わります。それと逆にですね水平眉に作りたいという人もいてるんですね。水平眉、それをどうするかということをちょっと今度話していきます。これちょっと一旦消します。結構逆にきつく見られてる人ってこう眉がこう立ち上がってる人結構これきついって言われる人の極端に描いてます。今極端にね
こうやって立ち上がってる人っていうのはちょっと少し、きつく見えたりするので、じゃあこれを水平眉にする時の方法です。これちょっと極端にやったのであれですけど、これもまたちょっと赤で分かりやすくしていきますと、立ち上がってる部分のここの部分ですね、これ基本的には同じ黒目の端上ぐらいを意識してください。こうですね、ここ山になってます。で、山の下のライン、ここですね、下のラインから書き出してこういうふうに付け加えてください。これ眉毛の毛が生えてる人はもう結構こうね、眉山から眉尻に向かうこの毛ちょっと剃ってもいいぐらいですね。あまり気になるんだったらこうやって付け加えます。そして今度は眉山から眉頭に向かうラインのこの下を描いてしまうとまた立ち上がるので、これをそのままそのまま眉山から眉頭に向かうそのまま水平にずっと取ってください。そうするとですね、わかりますか、かなり水平のイメージが湧きますでしょう。はい、そしてあとは消しゴムで一回消してみますね。上のラインをちょっと消してしまいます。これ今消してますけど、もし毛のある人やったらここをコンシーラーとかで隠したりするという方法もあって、ここをつなげて、ここをコンシーラーでちょっと上のラインを消してあげると水平ラインがになってきます。そして眉頭の下のラインの立ち上げてる部分を描かないようにしてあげると、結構これだけでですね、すごい、先ほどの立ち上がったイメージから急にね変わったと思いますね。そしてあとここをつなげてあげる、眉ペンで眉山の上をつなげてあげて、ちょっと今赤で描いてるんで描いていくと、さっきの立ち上がったイメージからもう全くですね印象が変わったと思います、ね、だからあんだけ立ち上がってる眉でも少し水平にしようかと思ったらこんな感じで仕上がることができるということが、このイラストだけで分かっていただいたと思うんですけども、要は、何を言いたいかというと、ご自身の顔を眉を本当にですね、眉を自由自在にこういうふうにして、今ちょっとペンで極端に描きましたけど、これぐらいの印象を変えることは、一般の方でも可能だということです。でそれを学んでおくと、気分によって今日はエレガントにしたいとか、今日はちょっと落ち着いた水平のナチュラルにしたいということとか、例えばちょっとね凛とするための眉を作って営業に臨むとか仕事に臨むとか、そういうふうな、気分を変えたい時に、自分の眉をですねちょっといじってもらえる、こういうことができると本当にですねバリエーションが増えるということですね。だからメイク の楽しみっていうのは、醍醐味っていうのは自分の顔を変えるということになってきます。だけどメイクをちょこちょこ変えてるように皆さんやってるんだけど、あんまり変わらないんですよ。これなぜかというと、なんか旬な商品出たよってパレットでいろいろと塗ったりしてますけど、アイカラーを色いろいろと入れたところでやっぱり印象変わるのはやっぱりアイメイクよりか眉なんですね。だからまず眉の形を作れるようになる、そして眉の、太さを細くしたり太くしたりもできるようになる。でこれを、自分の中でバランスを取りながらできるようになると、もうそこにですねあとアイメイクを付け加えたりチークを付け加えたりするだけでもう本当に、雰囲気が変わりますよということをちょっとお伝えしました。ということで今日も見ていただきましてありがとうございました。